第3節画像診断バリウムによる胃腸の造影検査コンピューター層撮影装置 CT スキャン核磁気共鳴撮影装置 MRI 超音波断層撮影装置エコー胃カメラによる内視鏡検査などレントゲンフィルムや写真などを遠影することによって病変を診断する方法を画像診断と呼びます。 電子工学などの科学技術の進歩が最も影響している分野で、年ごとに技術革新が進み、レントゲン画像も内視鏡写真も、ますます精度が上がり、微細な病変を正確に診断できるようになりました。最近では、陽電子放射弾倉撮影装置、BET ポジトロン・エミッシオントモグラフィーの導入により、 画像診断によるがん診断の精度は一段と向上しました。p e t は、正常組織と悪性腫瘍の倒代者の違いを、放射性同位元素、ラジオアイソトープの取り込みの差として画像化し、精度の高いがんの早期診断を可能した放射線診断装置です。しかし、p e t も決して万能ではなく、炎症性疾患と悪性腫瘍の鑑別が、 困難な時もあります画像診断によりがんを正確に診断できる確率はかなり向上していますが画像診断をすることを問う影と言っているように所詮はものの影を読んでいるわけで直接がん細胞を証明する検査ではありませんしたがって画像診断だけではがんを疑うことはできても間違いなくがんであるとか 逆ににんでではははないと決定定する確定診断は原則的にはできませんしかし脳膵臓肝臓などの病変は細胞を採取して検査することが非常に困難なため画像診断を仮に確定診断のように扱う場合もあります。